ありがとうございますって言えないんですよ。これも年をと聞かれると70行ったり来たりとか行ったり来たりなんですね。社長毎年引いてますからね。一生、まあ一生つまあと何年いけるか分かんないんですが、まあ、いやいやいや、何をしてましたら、昔六本木で最初に遊び始めた時に、もうちょっと聞きましょう。ある人から言われたんです、はい、誕生日1回2回はできるよ、それを何回続けられるかっていうんで男の価値が極まるみたいなこと言われてます。へー、すごい。俺も頑張らない。それね、数えたら37回ぐらいしてるんですね。すごい、37回。ということは社長37歳以上にはなってる。いろいろ年齢が上がっちゃうんで。ここもマハラジャなんですけども、もともと麻布十番にマハラジャ本店っていうのがあったんです。当時、なんていうのかな、麻布十番って結構陸の孤島で、結構なんか、そうですね、大江戸線とかね、まだ通る便利だったんですけども、はい、まあ、そこで遊ぶのがなんかこう一つのステータスみたいなのがあって、それで、おかげさまで、そのマハラジャの、マハラジャっていうのは全国展開してたんですね。ハワイから沖縄からいろんなとこにあったんですよ。全国に78店舗ぐらいあった。マハラジャ大きい、すごいですね。で、その時の、ビップ会員っていうのがありまして、で、00001っていうのが、まあ超有名なバーニングプロ、あれ、まあ、なんかそこの大丈夫ですか、それは、まあ、会長、行く会長のナンバーが0001で、私が0002だったんですね。いやすごいですね。本当の話ですね。マハラジャにはゆかりがあるんですね。今日あの LDH さん、LDH からもあの、ヒロの師匠の方が来てくださってるんですね。エグザイルの、すごい。そのヒロと知り合ったのも、もともとは横浜のマハラジャなんですね。彼がまだ高校を卒業してウエイターで働いてたんです、その時に一応俺 VIP ですから。ちょっとね、格が違いますね。だけど、素晴らしい、なんとなく話が合いまして、彼の出身を聞いたら、神奈川の横浜の、横浜どこって聞いたら金沢発見、俺その先に塩入りって駅がございまして、ありますね。そこなんですね。俺が同じなんか京浜空港つながりみたいな、結構長いのございましてね。ズーってグループができたんですけど、その時もマハラジャでやつはやったんですね。でその時にまあちょっといろいろと協力させてもらいまして、でそれからズーができて、それからまあエグザイル、まあメンバーは広ぐらいなんですけど、エグザイルになって、そんな経営株をずっと一緒にしてきて、で今日もヒロに来てよって言ったら、2ヶ月前にスケジュールをもらわないとって言われて、でも2ヶ月で大丈夫だったんですね。社長が2週間ぐらい前だったんで、社長1週間は俺らも必要だから、それで、まあ、なんか今日はちょっと師匠の方が来てくださったんですけども、はい、ありがたいね、思うし、まあ今日もね、楽しんでてくれたら嬉しいです、皆さんが。それで、なんていうのかな、ああ来てよかったって言って帰っていただければ嬉しいし、今日はいろんなショーがあります、ショーが。それをゆっくり見てってほしいし、もう食べ物どうしてる？食べ物はもうちょっとしたら出ると思いますね。出ますんで、存分楽しんでってください。そのつんと俺も嬉しいです。それで俺でよければ一緒に話ぐらいしてください。社長そういう安請け合いするとみんなに誰も動かなくなりますよ。人気者なんで、もう行列できちゃいますよ。おかげさまでっていうか、一度ぐらい結婚がしたかったんですよ。残念ながらモテなくて。いや選び、社長が嫁を探すってことですか？親が死ぬ時に言いました、お前は親不孝だって。1回ぐらい結婚して孫の顔ぐらい見せてほしかった。いやー、それ1回もできなかったです、残念だよ。社長まだまだ今日いるかもしれない。社長これで冗談はやめよう。綺麗どころがこれだ、社長。もうね、
若い人と話すね。もう胸がドキドキしちゃった。よく言いますよ。可愛らしい。おいおいですよ、社長。可愛らしい。本当になんていうかな、何回もあれですけど、楽しんでください。はい、そうですね。また。また来年もやりたいんで、今日本当に頑張りますんで、そうですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。